どうも水の中からこんにちは。ダイヤとお金稼ぎが大好きなアザラシです。みんなの最近あったことを紹介していきます。池田さん、最近あったこと。おならが臭かった。どれぐらい臭かったんだろうね。最近あったと。携帯踏まれて割れて怪我したこと。大丈夫？痛い。でもなんか笑顔の絵文字使ってるのがすごいポジティブ。怪我したのにポジティブなのいいね。続いてリスチチャンネルさん、最近あったこと。怪我をしたこと星。みんな怪我してもポジティブだね。最近あったこと。ベンチに座ってて立とうとしたら3回連続でなぜかこけた。3回連続でどうやってこけたんだろうね。こけたのにもかかわらずこのわら W がついてるのはねポジティブだね。狼男さん、最近あったことは、アザラシを釣れました。あ、漢字がちょっと違うけど、アザラシ釣れたの羨ましい。どこで釣れるのか教えてほしい。まあ俺は釣られないけどな。ダウンタウンの噴水で釣りをしていたらクラウンハーフムーンベタ釣れた。マジで？ダウンタウンの噴水いいね。まだ俺あんま釣ったことないかもしれない。ゲーム仮面チャンネル。はい、どうもゲーム仮面です。ゲーム仮面はね、一緒に遊ぼうの公式パートナーということでね、実はね、新しいシーズンの家具が出ると必ずもらえるもの、それがこちら。見てください、クラウンポイント3000。こんなの聞いてないよ。これを使って新しい家具を全部手に入れて、みんなにちょっとどんな感じなのかっていうのをちゃんとね説明したいと思います。はい、今回のシーズンの新しい課金アイテムこちらですね。カイアとお誕生日おめでとうってことでね、1回目の誕生日パーティーシーズンと一緒に楽しむ誕生日パーティーっていうことで、これがね家具とかね、着るものとかたくさんあるんだ。あ、すごい、1周年記念トロフィー。うわー、1年俺やってきたわけだね。俺1年前からやってるからね。ろうそくカチューシャ、これもはやカチューシャじゃない。髪が燃えないように気をつけてねって書いてあるけど、いやもう絶対やばいでしょ。ストラップ柄、ろうそくシューズ。あ、すごい、ろうそくばっかりか今回は。そういうプレイかな。はい、これは何？ストラップ柄、ろうそく着ぐるみ。うお、巨大なろうそくに変身ってことで、すごい、もう全身ろうそくになれるって誰得なんだろうね。これはメガネ。あ、すごい、メガネもろうそくになってる。誕生日ろうそくメガネ、誕生日パーティーでつけてみましょう。すげえ。あ、ハッピーバースデー壁飾り。パーティーをもっと盛り上げていきましょう。素晴らしい。あ、これは額縁付きメッセージボード。あ、メッセージボード何個あってもいいですからね。はい、こちらはプレゼントの山。うーわ、すごい、これすごいね。1周年記念ホログラム。ホログラム。あ、これめっちゃかっこいいやつじゃない、これ。うわ、すごい、めっちゃかっこいいやつだ、未来のやつだ。これ誕生日パーティーテーブル、美味しい食べ物やドリンクが欠かせません。うわ、すごい、誕生日系グッズこんなにあんだ。これはケーキ、1周年ケーキ。おお、あ、これ意外とでかいかもね。誕生日パーティークマ、これクマがね毎回どのシーズンの課金アイテムでももらえるっていうね、これも集めてるんですよねみんなね。ということで早速ね、ゲーム仮面の家でいろいろ置いていきたいと思います。はい、では家に来ました。早速置いてみましょう。まずクマさんから。パーティークマさん、パーティークマさん、もう体がプレゼントになってる。プレゼントに、プレゼントから頭と手が生えてきたよみたいなね、そういう感じでしょうか。すごい、なんか紙吹雪が近づいたら出てくるっていうね、すごい仕組み。そしてこちらがケーキ、1周年記念ケーキ。うわ、でかい、意外と思ったよりでかいね。プレイトゲザー、一緒に遊ぼうっていうのがね書いてあるんですね。これすごい美味しそう。食べれるわけじゃないけど、ちょっと誕生日モードには一気になれるね。これはすごい。はい、こちらは、あ、テーブルだ。テーブルにはもういろんなものが置いてあるな。こっちのハッピーバースデープレゼント、プレゼントの山と、これホログラム、これ全部気になるね。あ、これメッセージボード、これ一緒、トロフィーですね。トロフィーはすぐにみんなもらえるんで、ぜひもらいましょう。
うわ、トロフィーかっこよくない？これみんなこれ家に飾りたいよね。すぐ手に入るしさ。これは？あ、ホログラム、すげえかっこいい。ファーストプレイトゥギザー、これかっこいいね。何個あってもいいわ。あ、すごい、このケーキはスイッチを押すとすごい紙吹雪出てくるパターンだ。あ、ちゃんと電気になってんだね。さあ、これに早速メッセージ書いていきますか。はい。あ、こうやって文字入力したら、ほら、あ、いい感じ、いい感じ。こんな感じでね、いろんな家具をね紹介させてもらったんですけどね、これどれもいいアイテムですね。またね、ちょっとこれ毎回楽しみなんですよ、この課金アイテム。皆さんも気になったら手に入れてみてください。そして、最近あったことコメント欄にね募集中なんでね、ぜひくださいね。以上、ゲーム仮面でした。